ツイッター連動企画です。今回は鷹の新選手会長今宮健太選手にファンからの質問をぶつけてきました。プロ13年目、30歳の今宮健太選手、熾烈な内野手争いが繰り広げられる中、開幕スタメンをつかむと、その後もレギュラーとしてショートのポジションを守り続けています。シーズンの中で結果を残し続けるっていうところが目標でもありますので、今現状はそこまでやっぱり全然いい成績ではないんですけど、感覚としては悪くないので、どっかで本当爆発的に、結果が出たらなとは思っているところです。そんな今宮選手にファンからの質問をぶつけます。今宮選手の守備力の半端なさにいつも感動していますと。瞬発力はどんな練習をして身につくんでしょうか。まあ、ちっちゃい頃から木登り、はい、自然との遊び、そこで身についたものだと思います。別府の木の登ってたんですね。田舎なんで木を登るか、そうですね、なんか、まあ、そういったなんか壁をよじ登るだとか、そういった遊びで、っていうかその遊びが一番楽しかったところだったんで。意外や意外でした。守備の達人として知られる一方、高校時代は150キロを超えるストレートを投げるなど、ピッチャーとしても活躍した今宮選手、こんな質問にも答えてくれました。長くショートをやっていますが、他のポジションに憧れたことなどありますか。今年に関してはそこで勝負したいという気持ちで今年は臨んできましたので、ピッチャーは憧れます。今宮さんがバーンって投げたらどれぐらいいけるんですか。132キロぐらいです。いや、持っていけますよ。いや、もう無理ですね、壊れます今年1年間結果を残すこと、そこは一番だと思ってますし、ホームランゼロで安打いっぱいで頼っていきたいと思います。驚きましたね。浜田さんも現役時代ショートでしたが、やはりショートっていうのは名手は木登りが鉄則なんですか。いえいえいえ、もう僕は都会で育ってましたから前に木がなかったのであれでしたけど、でもやっぱりモンキー今宮ですね。いやでも理由がね、なんかこう木がそこに木があるから登る、レーダーが登るって、そんな感覚で山があるからと一緒ですよね。山田さんでもね、驚きませんでした、驚きました。でも今132キロ投げれるっていう、あれもちょっと驚きました。刻んできましたけど、刻んできて、だからそういう意味では、でも、うん、やっぱりだ僕 も、はい、もう田舎に育っておけばもっと瞬発力できたかなって感じがしますけど、まあでも今シーズンもね、はい、この守備そしてバッティングでもまた見せてほしいというふうに思います。ここまで浜田さんと一緒にお伝えしました。浜田さん、ありがとうございました。以上、スポーツでした。